ウエハース三河のバローワーク。バロ版はウエハース三河です。今日も頑張っていきましょう。初めての夜の収録ですね。今日は8時ね、20時に収録してますけど、いつもお昼とかなんですけど、ありがとうね、バイト終わり来てくれてね、ありがとう。まあまあ今日何ですか。いやいや、僕もバイトやったんでね、はい、ちょっと今日のバイトでちょっと思ったことあるんですけど、今日のバイトではい、なんかイコカ支払いとかできるでしょ今、交通系の支払いが、交通系 IC みたいな、あれのね、お客さんがまず残高が足らなかったんですけど、その残高のそうどんだけ残ってるかがパッて見れる時間があるじゃないですか。このレジ売ってる方はね、僕はそこ86円やったんですよ。ほんまにね。てか考えすぎかもしれないですけど、ちょっと見バレしてるんじゃないかな。考えすぎでしょ。見バレしてるなと思って、ちょっと怖いですね。やっぱバイトのマクドとか言いすぎましたね、このラジオで。ちょっと気をつけて。わざわざ調整してこないでしょ。86なんていく。でも何を買ったら86残る。いや、わかんないです。意味わからんやろ。いや、まあ、うん、だからちょっと怖いなと思って。常連でもないし、なんかバレてるなと思って、だからちょっとあんまり言わん方がいいんやなと思いました、そういうの。まあまあそんなことより、そんなしょうもない話いいんですよ。なん先週大きな大会ありましたよね、はい、大きい大会、大きい大会ね。M1 じゃないですよ。もう M1 でみんな持ってかれてると思うんですけど、その前にザ・ W もありました。あ、ザ・W もあったから。吉本リール王ですよ。初耳の感じで言うな。あった。結果もダメやったしね。俺言っちゃうと、ね、いや、あったんですよ先週ね。吉本リール王、あ、ネタバレか。吉本リール王という、まあ僕ファイナリストですよ、それで言ったら。決勝10名のね、はい、東京無限大の、ね、吉本無限大ホールで行われた大会があったんですけども、ちょっとね、勝てませんでしたね。結果を言うと残念ながら優勝者はソラシドの本坊さんということで。いや、もういや、すごい、もう唯一のリモートが優勝するっていう。会場は盛り上がらなかったですけど、やっぱそれで。楽屋戻った時、やっぱそのみんながね、そのやっぱもう全員先輩なんですよ、僕以外。で、東京がほぼで、8人ぐらい、初めて会う人、ね、バチョフさんとか、達郎さんとかね、うん、本当にバズりまくってる人とか、東京とかで。USP さん、写真も撮りましたよ、僕。USP すごいです。ゴッドタレントとゴッドウソップがね、共演ということで。そう、僕ウソップの姿で出たの、まずみんなびっくりしてましたね、チャットとかで。うん、絶対工藤新一の動画が選ばれてるやろって言ってたんですけど、まあ、僕ハッシュタグ吉本リール王ってこの動画エントリーしたやつは、ウソップのこの葬式のやつと、はい、僕は風呂入るやつなんで。風呂入るやつが選ばれるわけないんですよ、あの大会に。風呂入ってたらすごい空気になります。すごい空気。多分や、ゆずるさんとか怖いですよ、ね、もう。何風呂入ってるやんって。風呂入ったらすごい空気になりますけど、風呂入った動画流れなくてもすごい空気になってる時ありましたけど、ね。いや、やめろ。配信見てくれた方はね、見てると思うんですけど。まあね、やっぱりその、もう、動画は普通に流れるんですけど、流れる前にね、ちょっとした喋りとかもあって、その採点をする、僕の前のウエスピーさんがね、動画を見て採点をするという時に、その審査員の板尾一二さんのペンがね、ちょっとマジック出なかったんです、色が。ちょっとこれ出ないんやけど、劇場スタッフどうしたみたいな、ざわざわってして、うわ、これはチャンスやって僕思いまして。ここで、あたふたしてるじゃないですか、劇場側も。はい、うわ、これもっちゃりした時間流れてるなと思って。はい、これは僕のすごいギャグ、この謝るギャグ。ウソップでね。ゴベー、これを行くしかないと思って。はい、何の説明もなしに、ゴベーいじゃーってゴベーすごい空気流したね。やばい。いやー、よかった。よかった。あれね、あの後、アーカイブね、インスタで上がるんですよ、吉本興業の。あっこだけ切られてましたね。唯一あの部分カットです。カットする。完全に僕が謝る瞬間もペンが出なくなる下りも全部カットです。三塚さん今そのとっさにあったみたいな言ってましたけど、はいはい、なんかとっさに2拍ぐらい空いてちょっとウエスピーさんが抜かれた時にゆっくりしゃがむ三塚さんの左上が見えた瞬間に僕今じゃない
間違えました。まあやるとしたらね、せめてちょっと劇場に変わってちょっと謝ってもいいですかとか、なんか振りがね、振りがないといきなり意味を、しかも滑舌悪いですからね、僕。めっちゃ言われてますね。滑舌。聞き取れない。聞き取れない。まず僕が何て言ってるかわからないという。まあでも、そのいじりをしていただくのがありがたいですよね。そうね。笑いに変えていただくというか。いや、ちょっとね、マスクでまさか配信出ると思わなかったんで、マスクの上にあの鼻の、鼻のマスクみたいなのつけたんで、もう普通に、いつもより滑舌悪いですよ、しかも。ね、して喉もカラカラになってね、小籔さんとか見てたら、やっぱ小籔さんが優しくて、やっぱ審査員コメントの時、はい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 、やっぱそのなんかすごい、やっぱ問題点が、河合ゆずるさんも小籔さんもみんなワンピース漫画でしか読んでないっていうことが声知らんっていう、びっくりしましたね。もうその時点でやばいと思ったんですけど、多分似てはるんやろうなというのがもう分かり、小籔さんめちゃくちゃ優しいです、ね、フォローがもう肯定してみて、肯定して全然そこでね、何やお前出てくんなみたいな。でもいい振りもらってましたね、他の声誰かやってないの、うん、みたいな。あ、めっちゃ良かったです ね、あれで工藤新一やって、ちょっとチューニングが合わないみたいな。三塚さんチューニングとか言ってましたけど、はい、いや、いつも通りの工藤新一をやって伝わらなかった。普段からウソップと工藤新一の使い分けなんてやってないじゃないですか。やってないです。その時めっちゃ言い訳してましたけど、普段から使い分けもせず、ただバロバロしてちょっといろんな問題点が見えましたね。舞台に立ってやることでもっとやっぱ似てないですね、僕の工藤新一とか。やっぱいや似てるんですよ。でもこれはね、多分実は似てる、山口勝平さんに似てるんですよ、それで言ったら。大きな括りで僕は使い分けをしてないという。そうですね、ちょっと普通に伸びしろですかね。伸びしろですから。いや、でもいいこともありましたよ、これ。いいこともありました。はい、もちろんそのやっぱ東京に行くじゃないですか、はい、無限大ホール、まあ自分で孤独に、まあ一人で向かったんですけど、はい、劇場着いたらね、まずもうすごい劇場スタッフの中で、はい、僕ジャルジャルさんの1回も大ファンやった時代がね、大学生の時、はい、もう追っかけ単独ライブバーって行ってた時代があったんですけど、もう劇場のスタッフ、まずパッて出てきた人が、もうそのジャルジャルさんの元マネージャーの、もう全然公式LINE とかに登場するような方がいて、はい、うわっ、もう普通ファンやからもうマネージャーのファンやったんで、僕もすごい、うわすごいってなって、ありがとうございますみたいな、その、はい、まあその、いや痛いんでね、そんな言わなかったですけど、はい、うわすごいってなって、やっぱ東京やと思って、はい、で入ったらもう早速ね、もう細かすぎてとか、はい、面白そうとかにも出演してる、あるあるがモノマネがすごい達郎さんが最初に入っててね、はいはいはい、まあ、僕もちょっと早めに着いちゃったんですけど、なんかもう楽屋をいい感じで使ってて、そのやっぱもう慣れてるから、はい、無限大ホール、おーみたいな、どっから来たのみたいな聞いてくれて、優しいんです、話を振ってくれて、あ、ちょっと大阪から僕来まして、うえ始発でみたいな、大変やねみたいな、あ、早起きじゃないとか、初対面やのにめっちゃ喋ってくれてね、まずで、僕ちょっと喉乾いたんで、その劇場に設置してある自動販売機、あれちょっと水を買おうと思って、はい、まあ、僕水、そういう本番前やから水買おうと思って、バーッと向かったら、はい、買ってあげるよみたいな、優しい、もうかっこいい、行こうか行こうかじゃないわ、もうスイカでしたね、しかも、やっぱかっこいいですね、スイカってね、東京まあ東京やったらみんなそうか、スイカをもうこれでピッて買ってくれる感じだったんで、じゃあ好きなもん頼みねみたいな言われて、はい、まあ僕水飲みたかったんで、あ、じゃあこの水でって言ったら、はい、遠慮してるでしょって言われて、遠慮してないんですよ、ね、水安いからね、水安いから、うん、あ、そうそう、リアルゴールドでしたって言って、お前水飲みたいけどお前これ20円ぐらいお前遠慮したんかって、いや、すいません、ちょっと緊張しちゃってみたいなことを言って、でも優しい、ビーって買ってくれて、なんかね、ほんまに優しい人しかいなかったですね、楽屋とかも、ね、全員先輩だったんですけど、世間知らずさんとか、ね、知ってる人とか、ちょっと関わりある人とかいました、うん、関わりある人、あ、その TikTok とかそういうので、いや、同じファイナリストの人であー、あー、え、どういうことですか。いや、ちょっと三塚さんと関係のある人で一緒に行った人とか、うん、あー、国土アリスの加藤さん、加藤スムージーさんね、はい、大阪勢は僕と加藤さんだけやったんで、そうですよ、だからめっちゃその大阪勢はもう2人だけで、はい、しかも1回僕米田コーヒーをおごってもらってますから、加藤さんに、はい、一回コンビ組まないかっていう話も一瞬あって、でも加藤さん的にはちょっと違うということで、まあお互いそれで、ね、まあ、お互いにファイナリストまで行ってるわけです。そうですよ、あん時のって、だから加藤さんも、お、三つ川やんみたいな、ここで会えて嬉しいなみたいな感じやって、 で劇場な、その100万円結局誰もね
その、その劇場からは出なかったんで、はい、最初すごかった。やっぱ始まる前は、みんな100万円がよぎってますから、元気すごいんですよ、バーって言って。で、やっぱ本坊さん買って、楽屋戻ったらもうドヨンと、みんなやっぱ、100万欲しい。100万欲しかったですから。で、劇場、まあ、そのまま出たんですけど、ねえ、なんか、やっぱ、その、先輩がなんかおごってもらうみたいなの僕、想定してたじゃないですか。先週のラジオで。飯行きたいな、みたいな感じ。そう、やっぱ、なんもなかったですね。そこは。やっぱ期待しすぎてたなっていう。それは良くないなと思いました。昼に終わってますもんね。昼に終わってますし、12時。夜やったらね、まだ。そうそうそう。そう、もうなんか、劇場出番もあるみたいな人も多くて。みんな忙しい。東京の人、そう、みんな忙しいから。加藤さんもなんかめっちゃ電話かけてました。なんか、多分、知り合いの人とか東京にいてみたい。いや、これあかんなと思って、僕は演劇部の、後輩。高校時代の僕の武生東高校のね、はい、男の子、僕一個下のね、はい、後輩めっちゃ可愛がってた子がいて、宮川くんっていう子がね、じゃその子がちょうど東京の大学通ってるということで、宮川くんは偽名、本名です。本名しか言わないです。宮川これあかん、切っといてください。ピーとか入れれる。編集めんどくさいけど。いやいやいや。はい。まあまあ、鈴木大地くん言ってないからな、それで言ったら。ぶり返さなくていいんですか。あ、そっか。あの、鈴木大地くんはね、ゲームをしすぎて、吐いたっていうエピソードあるんですけど。いいですか、小学校の時。ポケモンやりすぎて、鈴木大地くんの話。自分の限界値を分からなくて、吐いたっていうエピソードありますから。何それ。お母さん伝いで聞きました、鈴木大地くん。弱すぎやいや、相当やってたんですね、多分。いや、いいんですよ、鈴木大地くん。そうか、鈴木大地くんはいいか、はい。東京ね、やっぱめっちゃ楽しかったです、普通に。うん。なんかもう、やっぱ100万取れなかったんで、観光に切り替えましたね、もう。あ、うん、12時ぐらいに劇場出て、はい、渋谷のハチ公前とかも見に行ってね。すごかった。だから、ちょっと普通歌読んでいきましょうか。あ、急に、ここ急にどうしました。あれどうしました。いや、どうしました。いいですよ、全然。なんで急に。いや、カットしました、自分で。自分で、編集しました。いや、いいですよ。あ、そう。なんか、ここで長すぎ、あ、もう、ここで、じゃあ、もう、エピソードトークで言っていいか。あ、エピソードトークに残してあるんやったら、うん。普通歌いきましょう。普通歌いきます。はい。普通歌に。こんな、9回目にして慣れてないことある、こんな。ごめんなさい、普通歌いきましょう。はい。ちょうどいいのがありますか。あ、ないです。ごめんなさい。あ、あったあった。ラジオネーム、クー。はい。中道さん、バロバンは、中道にまた挨拶が。中道さんだけ、バロバンは。協調線でええわ。リール王の時の話です。そう。そう、これを思い出したんよ。その、リール王の時の話言ってたから、はいはい、ここで、うん。あ、でも、全然うまいこと言えんかったわ。その切り替え方が。急に終わった感すごかった。はい、あ、そうです。リール王の時の話です。あの日、私は1時間携帯を握りしめ、そこにいるであろうウェハース三川さんのためにスクショしたり、動画を撮って早く見せてあげたくて必死でした。これ本を送ってくれた。ウェハース三川さんって方が出てくるたびに、なんで他人やねん。動画を撮り、長いところは編集して、すぐ DM で送って、喜んでくれたらいいなぁなんて思ってたら、乃木坂の写メが届き。あ、これ、ツタヤのね。すごいツタヤの乃木坂一色やったんで。乃木坂にはまりそうです。って、は？緊張から、時離れ、楽しんでね。なんて DM したけど、払う綿が煮えくり返ってた、つう、優しいお話です。ニコ、ニコ。怖いです。殺されるんですか、僕。せっかく編集して。いや、ね、なんかだから編集して、ほんまにその、もうリアルタイムですぐ送ってくる。すごい優しい。僕もすぐ見れましたよ。だから、ね、あ、こんな感じで自分見えてたんやとか、ね。ありがたいじゃないですか。そう。いや、ありがたくて。だから、恩返しに ね、この、東京の僕は雰囲気を共有してあげようと思って。でっかいツタヤがね。渋ツタね。乃木坂。渋谷ツタヤ。渋谷ツタヤ。はい。いや、あれすごいじゃないですか。あとすごいですね。うん、乃木坂。乃木坂かわいい、ハマりそうですって送ったんです。はい。はい、それに送った。それだけの。それが。それだけの話で。ありがとうは送りました。あ、もちろん。あれ送ったか。ちょっと、ごめん、クー、一回見直してみます。DM を。すいません、ね。よくないですね、これは。僕も。乃木坂良かったですか。乃木坂は良かったですね。いや、でもあんまりその、うんうん、飾ってあるパネル見てハマる人いないですけど普通ライブとか曲とか聞いてハマるんやったら分かりますけど確かにそのパネルだけ見てハマる人は、ね、珍しいですね。中道がまずめっちゃ好きなんですよ、乃木坂、はいはい、ね、だから、中道の推しをね、僕はちゃんと写真で送ってあげようと思って知らんやろからそれ、ね、知らんやろからプロフィールとか知らんやろから。いや、知ってるでしょ。何型とか知らんやろから。身長とか
ね、そういうの送ってあげましたけど、あ、はい、まあ中道は喜んでくれたんで、ちょっと気をつけます、それはちゃんとね、その絶対喜ばないですね、そんなファンの人に。そんなあんまり人の気持ちとか分かんないですもんね。難しいんですよね、人の気持ち。涙とかやっぱ流れないタイプですから。むずいですね、ごめんなさい、本当に、ね、勉強していきます、人間の気持ちを。人間になっていきますね、だんだん人間に。今全然人間じゃないんで、だんだんね、人間になっていくんで、ラジオを通して人間になっていこうっていう。そうそう、だメール指摘してください、僕が人間味のない部分あったら。三つ川さん、ここ非人道的です。送ってください、コーナー作りましょうか、三つ川の非人道的な部分。タイトルコール嫌やな。ありです、ね、はい、あれありだんや。ラジオネームゆかりん、三つ川さん、バロバンは、私は一時期お菓子メーカーに勤めようと思ったぐらいお菓子好きです。あ、めっちゃいいですね。その中でもブルボンが大好きです。ブルボンの回し物だと思っていただいて結構です。あ、じゃあそう思います。その中でも濃厚チョコブラウニーという商品が大好きです。これめっちゃ聞いたことある CM で、うん、食べたことありますか。こちら今期間限定でもっと濃厚チョコブラウニーというチョコブラウニーの上にさらに追いチョコをした商品が発売されたのでぜひご賞味ください。めっちゃアホが作ったみたいな商品ですね。なんかもっとってね。そんなことないか。それはあのもっともっと万華鏡をめっちゃバカにして。いや違う違う、あ、やばい。俺のアップトゥーで勝ち抜いたら上がる劇場の。違う違う、そういうことで。もっともっとは、いや違う違う、もっとが2個あるからさらに。いや、アホじゃなくて、なんか安直すぎるなっていうタイトルが。いや、いい褒め言葉ですよ、アホって。ね、大阪のね、関西のアホのニュアンスってちゃうです。なんか、褒め言葉。いい意味のね。ね、いい意味の。普通からもっとつけただけ、なんその安直な。でもこれが美味しいんですね、絶対。いや、味は絶対美味しいです、ね。絶対美味しい。あ、ブルボンの。あ、これ。もっともっと万華鏡も面白いですし。もっともっと万華鏡。あ、出すな、もっともっと万華鏡を。アンチじゃないから、俺、もっともっと万華鏡。当たり前でしょ。アンチやからやば。大好きやから。目標ですもんね。あ、じゃ目標や、そりゃそうや。え？ってことは買ってあるんですか、もっとチョコ、濃厚チョコブラウニー。いや買ってるわけないでしょ。なんで前のだってジンギスカンキャラメルとか用意周到。あ、これは買ってないんか。美味しそうなんで買わなかったです。あ、美味しそうなのは盛り上がらないもん、はい、想像つくんで。確かに想像つくんで、どうせ美味しいやろな。確かにうんって言いますから、ただうなるだけですからね僕。確か良くないか、うなるで言うと、続いて、あ、うなるで言うと来てます、うなる系のメールが。ラジオネームなっくん、先日1歳になりたての赤ちゃんとご飯を食べました。まだちゃんと喋れるわけではないのですが、美味しいものを食べるためにうんと話すようになりました。某三川さんも何か食べるたびにうんとおしゃべりしてますよね。いや、うなってるだけね。某三川さん、某三川さんって気になるんだ、ずっと。1歳児なんですか、それともその赤ちゃんが三川さんのベビーリスナーなんですか。このヘビーとかけてね。名探偵の工藤新一さん、ぜひ推理してください。早くのでは。ちょっといじってますね、僕のこの、ね、赤ちゃんがやったらめっちゃ可愛いですけどね。いや、赤ちゃんがうんって言う分には可愛いけど、僕が言う分には可愛くないってことを言いたいんですね、中道的には。いや、僕はそうのですけど、多分なっくんは三川さんも可愛いと。ああ、なるほどなるほど。なんかね、確かに僕のこと赤ちゃんと見立てる人が多いですけど、そんないいもんじゃないですからね。 あざといですもんね。 あざといあざといことない、全然狙ってないですしね。うん、ボスベイビーやと思ってくれたら。ボスベイビーやと思って、赤ちゃんではあるけど、そう、ボスベイビー、中身は全然その年取ってるよというボスベイビーやと思ってください。見たことないんですけど僕、ボスベイビーって映画は、ね、コナンでよかったんじゃないですか。コナンでよかったね、例えとしては。ボスベイビーで俺例えた。こんな近くにあるのに。コナンくんでよかったか。ちょっと振り向けば。グッズあるけど。お前、見た目は子供、頭脳は大人。ボスベイビーで例えてた俺。やっぱ8時あかん。夜8時あかんわ。ボスベイビー疲れ切ってるんですよ、夜に収録は。今日なんか間違えてますわ、いろいろ。そんなことないね。そんなことない。ありがとう。全然大丈夫。うん、全然大丈夫ですね。でもまあ、このメールをね、送っていただく。これがありがたいですから。ありがとうございます。普通歌はこれで以上です。あれ？あ、まだありました。はい。はい、こういうとこも8時な。8時が関わってます。行きましょうか。ラジオネームエリザちゃん。三川さん、バロバンは、バロバンは、いつも楽しくラジオを拝聴しています。文才がないのでこれまでお便り投稿をためらっていましたが、あ、なるほどね。2021年に思い残すことがないようにと奮起いたしました。ちなみに、2021年で三川さんが一番思い残したエピソードがあればぜひ教えてください。何かとお忙しい、時節柄とは思いますが、くれぐれもお体にお気をつけくださいませ。良いお年を。この時節柄、前もって振り仮名振っときました。なんやこれと思って。
意味も分からなかったんで、まあこれぐらいの時期みたいなことかな。時期的に。なるほど、難しい。エリザちゃんは頭いいですからね。エリザワさんですかね、きっと。重いラジオエリザちゃんですから。いや、エリザワさんでしょこれ。ざわざわエリザワさん。いや、分かんない。それを伏せるために変えてるんですもんね、ラジオネーム。分かってほしいという思いもあるかもしれないですけど。いや、そうね、確かに。このあ、でもちゃんとこうやって送ってくれたんですね。結構カロリー使いますから、ベールを送るの。思い残したエピソード今考えてます、そのそれを言ううちに。あ、思い残したエピソード。え、思い残したってのは何ですか、その。そうね、この1年間で何かやっとけばよかったな、うん、ああなるほど、やり残したなっていうのがあればっていう質問のメール、ね、ああそういうことか、ね、今年中にやっておくべきことね、はい、なんかやっておけばよかったな。でも全部やりましたね、そのほんまに。あ、やりたかったこと。やりたかったことは、まあ、YouTube も始めましたし、はい、有言実行で。ああそうか、なんかうまいもん食べたいな最後に。うまいもん、うまいもん食べたかったな。あー、な、肉系ですか。肉系かな、肉、焼肉とか食べたいな。確かに今年食べなかったんですか。いや、2回ぐらい食べましたけど。もまだ食べたり、まだ食べ、いや、思い残したことか。まあ、ジンギスカンとか食べたいですね。あ、ジンギスカンとか。キャラメルも、キャラメル、キャラメルの時やっぱね、ジンギスカンって美味しいんかなとか思ってたんで。まだチューインキャンディー状のジンギスカンしか食べてないですもん、うん、そうそうそう、あのちゃんとキャラメルのあの風味しか感じれてないですから。いや、もっとなんかあるでしょ多分、思い残したこと。やっぱ自分で気づかないんでね、思い残したことって。まだ考えます。まだこんなにまだ考えます。いい球出ないからね。なんかいいのないから。ないならないでいいですけど。ないならないでいいんか。なんか出したいよねやっぱ。またいいですよ。じゃあとことん考えてください。いいですよ。ディズニーランド行きたかったな。あ、ディズニーランド、ディズニーランド、うん。やっぱちょっとコロナ禍で序盤はあんま旅行とか行けなかった、ね、いや鳥取県でよかったわ。じゃあ鳥取県行きたかったわ。思い出します。ディズニーは別にね、そんな行きたくないことないけど、行きたいけど、最終的にはディズニーに、あ、うん、鳥取県に、うん、行くのを、行きたい、やり残したことでいいですか。あれをやっぱコナンの聖地行きたかったですね。まあ来年行こうと思います。それやったら思い残して。もうそれでいいです。はい。これでじゃあ、はい、ありがとう、エリザちゃん。はい、いや。ちょっとね、これぐらいにしときましょう。はい。まあ、普通とは以上です。お便りは Google フォームか、メールアドレス、wf.mitsukawa@gmail.com、wf.mitsukawa@gmail.com へ、どしどし送ってください。どうしました。いや、今日、中道があんま笑わんなと思って。あの盛り上がってない原因を考えたんですけど、あなたバイト終わりやから疲れてるんじゃないですか。いやいや、乗らないの、いや、お前のせいやぞ。やば、全部。いや、めっちゃ笑ってる。いや、全然笑ってないと思う。みんな一回聞き比べて前回と。いや、ちょっと腹立ちますね。以上です。どしどし送ってください。ありがとうございます。ウエハース三川のバローワーク、バロ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 、ウエハース三川のバロバロバローワーク、ウエハース三川のバローワーク。ごめん、最悪のラジオやねこれ。作家をディスりまくって今終わりましたけど。いや、僕も笑いたい。ごめん、ちょっとね、俺も良くなかったわ、ほんまに。いつもわざと笑ってるわけじゃないんで。そうやね、ほんまにおもろいと思った時に笑ってるからね。それは今回はそれがなかったっていうだけなんで。そう、調子がね、僕が悪いってだけですね、それは。よくない。急に思い出したんですよ。いや、急に思い出した。いや、こいつ笑ってないな。そう、笑ってない。あ、盛り上がってないなと。まあ、いいですよ、それは。盛り上がってます、まあでも、今年はあれですね、去年は僕、コロナ禍で、福井県の実家にね、帰ってなかったんですけど、今年はね、やっぱ帰ろうと思ってて、うん。僕ね、お兄ちゃん大好きですから、お兄ちゃん。ややこしいですけど、コンビの方じゃないですよ。42件。あれなんか間違ってた人いましたね。やっぱチャット欄とかで。うん。僕、お兄ちゃんと今度コラボしようと思いますとか、TikTok ライブで言ったら、はい、うわ、やった、みっちゃんのお兄ちゃんが出るんだみたいな、その、兄貴が出るんだみたいな感じがしてました。ややこしい。あのコンビ名、よく考えたらおもろすぎますね。お兄ちゃんっていうコンビ名。カタカナですか、ね、そう、カタカナでお兄ちゃん。あれと別のね、僕のイラストとかよう書いてて、Twitter のネームは、氷室ゆきちこっていう名前で、めっちゃ A 出してるんですよ、僕のお兄ちゃん。うん、ぜひフォローしてみてください。中道もね、めっちゃうまいですから。そんな感じで、もうその実家で今お兄ちゃん働いてるんですけど、福井県でね、もうめちゃくちゃブラック企業に今勤めてて、もうほんまに朝6時に行って夜深夜0時とかに帰ってくるみたいな。やばいです、ほんまに。
社長がやばいらしくて。これあんま言わんほうがいいんか、こういうラジオ。いや、まあまあまあ。いや、でもかわいそうなんですよ。ほんまに才能が潰されてる感じね。ああ、イラストを。イラスト。そうそうそう。優勝依頼とかも届くぐらい。ピクシブっていうサイトやとね。はい、外国人の方から。だからニコロビンとか書いてましたよ、最近。はい、ニコロビンエロいなと思って。お兄ちゃんの絵でエロいなって、なんか変か。めっちゃ嫌ですけどね。普通やったら。兄弟、血のつながった人が生み出したエロいもの嫌です。いや、なんでそんなこと言うの。まあまあまあ。僕はお兄ちゃんのエロい絵を見て、やっぱ学びましたから、エロについて。いやいや。いやか。いやか。いやですか。まあその、ゆきちこはね、アニメーターとかもともと目指してて、漫画家とか、ほんまにすごい。だから僕は、その、コロコロとかね、月刊コロコロコミック、あれを、ほんま月一で、その、月、あの、先月のやつを、その今月に読むみたいな。分からんけど一月遅れで、ちょっとめんどくさいですけど説明するの僕のお母さんがね、はい、お母さんの友達の、圭吾くんのお母さんって人がいて、はい、圭吾くんとは僕ら全然知り合いじゃないんですけど、はい、圭吾くんのお母さんが毎回コロコロをうちのお母さんにくれて、はい、それを僕に輸入してくれるみたいな。もうその漫画だからコロコロしか僕漫画読んでなかったその時。もう隅々まで読んでましたよ。だから月一で。そう。もう漫画欲がすごくてね、はい、その時。だからもう何回も、あ、まだ3週目や、めっちゃ楽しいわ、くらいの、うん。ペンギンの問題3週目とか最高や。ね、ゴードンさんとか出てきますけど。はい、あれだったんで、だ僕のお兄ちゃんそれで発達したんですよ、映画。はい、もう生み出してしまおうっていうね、漫画を。うん。だから僕はお兄ちゃんの漫画とコロコロの2つで読んでましたから、ね、お兄ちゃんの書いたスーパーヒトデとかね、あれ面白かったな、スーパーヒトデ。ちょっと知ってます？詳しく聞いてもいいですか？うん。エロいやつじゃないよ、全然。物語になってるんですか？物語、めちゃくちゃ。ギャグ漫画で。ちょっと簡単に説明してもらってもいいですか？うん、まあ、その、海の中にね、やっぱ、魚とかいっぱい住んでるでしょ？はい、あの中でヒトデだけがやっぱ謎の、生物として、はい、やっぱその独自の繁栄を遂げた世界っていうのがあって、ヒトデの世界、はいはいはい、でそのヒトデを狩りに来るヒトデハンターという、はい、そのハンターがね、はい、そのたまにそのヒトデの住む町に襲ってくるんですよ、はい、で主人公がスーパーヒトデのピトデ、お、はいはい、ピトデという、ピトデかわいい、そいつもめちゃくちゃまあまあ覚えてないそれ以上内容ごめんなさい、聞いたわ。ダメでした。今日ね、あの、喋ることあんま決めてなくて。お兄さんが漫画描いてたんですね。そう、お兄ちゃんが漫画描いてて、そう。だからもう、今お兄ちゃんは、逆にあの、スプラトゥーンとかの絵を結構、お兄ちゃん今、描き出して、はい、あれ結構原宿とかのね、東京の原宿とかのファッションを参考にしてるんですけど、はい、やっぱそれで東京への憧れが今、はい、ゆきちこすごくてね、うちのお兄ちゃんの、はい、のゆきちこ、それでだから僕は東京ちょうど行ってたんで、渋谷無限大ホール、はい、うん、もうとりあえず片っ端から東京の景色を送ってこいって LINE で来ましてで僕もう8校前とかね、こうやってパノラマ写真とかして送ったら、いや俺も行きてえわみたいな、もうすごい興奮しててね、写真で、はい、なんかちょっとね、ちょっとなんでしょうか、高校できたような親孝行じゃないけど、兄高校できたよ、写真送ることで兄高校できたなと思うんです。一緒に旅行行けたらいいんですけどね。いや行きたい ね、一回行ってるんですよ東京旅行。あ、そうなんです。めっちゃ前にね、あ、うん、ジョジョ店みたいなのに行ったことがあって、ジョジョどっちも好きなんで、僕もお兄ちゃんも、はい、だからあの時以来ですね、早く東京、そう、もうパッと行ける時が来たらいいんですけど、ね、まあ、仕事忙しいんでね、そういう意味では、いや実家帰ったらやっぱ実家でね、実家でもバローワーク撮りたいと思ってるんで。え、撮りますよもちろん。ああ、うん、僕がもう僕が編集してもいいぐらいの。ああ、実家会作りましょうか、せっかくだったら。実家で、実家ならではの企画とか、うん、実家ならではのなんかいいじゃないですか。お父さんとお母さんにちょっと出てもらったりとか。そうそうそう、確かにいい、あのテーマソングとか作ってもいいんじゃないですか、家族でどういうことですか、テーマソングというの。 いや、いいですよこれ。僕のお父さんがこれ聞いたら多分、はい、あ、なるほどってなります、はい、僕のお父さんは実はあのアップルバンドというこの個人的にバンド活動してて、はい、実は仕事と傍らにね、おっさんバンドみたいな、趣味で、そうそう、おっさんバンドみたいなコピーバンドですけど、たまにでもほんまにオリジナルソング作って、はい、その、僕の地元の小学校の野球部に寄付してたりとか、そのテーマソング、すごい、そう、だから安島の小学校の安島のブルーエンゼルス、
アジマのブルーエンゼルスっていうのがあるんですけど、はい、そこのテーマソング作ってますから僕のお父さん。すごいめっちゃそれっぽいですよ曲。うわ、あの音源多分あると思うんで CD、借りれたらあれをもうそのままバローワークのテーマソングにしてもいい。いや、オリジナル作ってなかった。あ、まあ お父さん協力してくれたらいいです。うん、お父さんなんかギターもあるんで、うん、収録してほんまや音源で撮りましょうか。お母さんがちょっとね、うん、はい、お母さんが LINE になってくるんでしたっけ。あ、お母さんから、はい、あの定期的に就活っていう漢字二文字だけが届きます。協力してもらえないかもしれないです、ね、お母さんには内密でねやってきた。お父さんにそう、ね、オリジナルエンディング曲とか作ってほしいです。あ、作ってほしい ね、 ね、バックで流して ね、 ね、確かになんかそういうの憧れありますよね、やっぱラジオやったら、ね、オリジナルの曲、ね、うんうん、オープニング今んとこあれですけど、ね、そのてて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 てみたいな、まあいいのがあればオープニングも書いてもらおうと思います。全開しましょう、うちのお父さん、ね、ええー、まあそれはないと思いますけど、えテーマソングぐらいは。話コロコロ変わるな今日。な、まあもしかしたらあるかもしれない。あ、そうですね、うん、いやまあでも楽しみですね。実家とかもし帰った時は、うん、その話も聞きたい。確かに野外収録とかしたいですね。なんで雪とか降ってるって。野外を野外でやるんやったら公開収録じゃないね。あ、そう、ラジオでただ寒いだけか。風の音とか入ってくるだけじゃないですか。聞き手の気持ち何も考えない。いや今猿通りましたねとか言います。景色でこれイノシシとか出るんでね。地元何も変わる。別に耳で聞いて楽しいものなんもないです。そんなことないわ。キュッキュッって雪踏む音だけでしょ。あ、そうそうそう。だから歩いたりとかしたいし。うん、あ、今おっちゃん通りましたとか。いやいや、焚き火の匂いしますねとか。ここでもできるじゃないですか、その言ったら。言ったら、いや、そんなん臨場感がちゃうやん。そんなんマジでなるのと。だから、ね、野外収録とかできたらね、いいですけど、はい、まあそういうのも、まあ TikTok ライブでいいか、それやったら景色映る。そうですね、ほんまや、景色映したいと思います。あと YouTube ライブがね、ちょっとできそうです。あ、できる。先ほど YouTube 勉強会というのが行われてまして、はい、吉本の社員さんと、ウームの社員さんだ、提携してますから吉本。おそれでちょっと勉強会みたいなして、あとバローワークのサムネめっちゃ変えた方がいいって言われましたね。ああ、やっぱタイトルをちっちゃくしてサブタイトルを大きくするみたいな。内容について何か言われました。内容、ベリーグッドです。そう、聞いてないです。ベリーグッド内容は見られてないです。まあバローワーク、いや、なんかバロユキの動画見てくれたらしくて、ああ、なるほど、腹抱えて笑ったそうです、あのバロユキの動画。だ、面白い動画はもうこすりまくった方がいいって言われましたね。ちゃんと YouTube のメカニズムをね、うん、把握して作れという指示がありましたので、な、僕はもうこっからね、もう来年に向けて変わっていきたいと思います、本当に。だから動画とかもね、あの NSC 同期トークとかも、なんかそういうの別にいらんけどみたいなこと言われたんですけど、ちょっと厄介ですねそれは。ね、僕のやりたいことやってますから。あと、あのプレミア公開をしすぎたっていう。あ、ダメなんですか。こと言われて、なんか特別感がなくなるって言われまして、なんか月1回ぐらいで必殺技みたいに使う方がいいって言われました。なんや、でもラジオぐらいはプレミア公開でもいいかなっていう。そういうのもアンケート取っていこうか、ちゃんと、ね、うん、コミュニティっていうところも活かして、ちゃんとそのリスナーにアンケート取れる。オフやと思って喋ってた。ごめん、これご飯たったね、この後ご飯食べに行って喫茶店とかで喋るよ。会議みたいに喋ってますけど。ごめん、会議みたいなこと喋ってる今。間違えた。うん、言い過ぎや全部。そうね。うん、ごめんごめん、ここら辺にしとこう。いや、以上で。こんな感じでいろいろ改良してるということで、来年に向けて僕の YouTube の進化を見守っててください。今日やばい。ハズレ回です、今日は。ごめんなさい、立て直しますよ。皆さんのメール届いてるんで。テーマメールね。テーマメール、みんなに頼ります、はい。やっぱこういう時にみんなありがとう。みんなのメールを参考にさせていただきます。はい、失礼します。失礼します。あ、パックン、パックン、パックン、ピラニア。ウェアハウス三つ川のバローワーク。さあ、ここからは事前に募集していたテーマメールを紹介します。テーマは、100万円の使い道です。取らぬ狸の川残用とはまさにこのことですね。ということで、台本に書いてありましたんで、ことわざですね。あれか、手に入るかわからんものを、もう考えるほど無駄なことないみたいな、そういうことですね。あの、事前に調べまして、これは。それ、なるほど。まあ、100万円の使い道ってことで、僕、吉本リールを、
まあ言ってきた話しましたけど、あれの賞金が100万円やったんでね、僕がどうそれを使えばいいかっていうのを募集してたんですけど、履き違えてる人多すぎますね。なんかどうしました？なんかみんな自分が100万円持ったらみたいなこと言ってるんですけど。いや、いいじゃないですか。はい、いいんか。でも100万円の使い道ってタイトルやから。先週そう言ったんじゃないですか、三川さん、もしかして。あれそっか。俺が、みんなが100万円取ったら、うん。いやいや、めちゃめちゃ丁寧に説明してました。僕がもし取ったら。それ言ってたよ。おかしいよ。俺も調子悪いけど、今もみんな調子悪いで、ね。よくないです。いや、まあ、いやでも、ね、送ってくれることカロリーがね、はい、これずっとカロリー取れてじゃあ呼んでいきましょう。何ですか、ラジオネームゆかりん。100万円取ったら、とりあえず、ゾゾタウンの付け払いを払って、その後何も考えず買い物に出かけたいですね。あと、みっちゃんのライブがどこであろうと、ヤコボではなく、新幹線で駆けつけようと思います。はい、履き違えてます。いやいやいや。いや、いやちゃんと答えそうやね。100万円ででも、もっと豪快に使ってよとは思いますけどね。ゆかりん。買い物とかもね。買い物とか。何も考えずに、確かに、もう適当に、だからバーって、ね、ブランド品入れるとかね、カゴに。そういうことか。何を買うかまで書いてくれたら、とか。何も買うかに、あれ、お前も悪いぞ。そんなことはゆかりのいいメールや。やだやだ。何や、こいつ。ずるい。悪いわ。あ、そうね、ヤコバじゃなくて、ヤコバで来てくれてましたから、前のライブ。ね、確かに、新幹線ガンガン使ってよ、もし100万円ゲットしたら。リール王にエントリーするってことですからね、これは多分。意思表示、これみんな。NSC 行った上で。NSC 行った上で。1年、最低でも2年ぐらいかかりますから、吉本リール王出るまでは。再来年出ることはできますから。皆さん NSC45 期入ってきてください。ラジオネームナックン。あ、ナックン合ってるか、これ。100万円。全額。赤い羽募金に寄付するのはいかがでしょうか。あ、これはいいです。小学生の頃は10円で1枚羽がもらえたので、100万円だと10万枚も羽がもらえます。もしかしたらそこら辺の鳥を全滅させてしまうかもしれませんね。あれ偽物やから、あの羽。マジの赤い鳥から取ってるわけじゃない。全然福祉じゃない。環境にめちゃくちゃ。いやいや、しかも別にあれ、ね、寄付すんのメインやから、あの羽をもらいたくて、俺ら別に募金してないのよ。そう。これ。僕もありでしたね。ありやな。ありやな。あれ、緑と赤とかどういう使い分けないの？そういうのわかる？なんか、多分、団体が違うんですよね。多分そうです、ね。送る。だから半々とかのがいいかもね。されたら、緑、赤とかの分かる。青とかもあるんかな？青い羽。なんか幸運の青い羽募金みたいなないですか？青い鳥って言いますけど。青い鳥言います。あんま願掛けみたいに募金する気ない。幸運とかあれないです。あ、そうか。見返り求めない募金に。そういう、違うんか。神社みたいな使い方じゃない。そうか。お賽銭じゃない。そうか。だからいいですね。寄付するの。寄付するのが一番いいかもしらんね。まあ、ちょっと生活費とかに当てたいかなってのはあるんで。続いてラジオネーム、エリザちゃん。エリザワさんですね。テーマメール。100万円の使い道。あ、ここまで書かなくていいのよ。もし私が賞レースで優勝して、間違えてる。100万円を手に入れたら、TikTok で一番高いスタンプを三川さんのライブに心ゆくまで投げ銭したいです。それに満足したら、余ったお金で来年のコナン映画の前売り券を爆買いして、友人知人に配り歩くことで、名探偵コナンのさらなる発展に貢献したと思います。以上、コナンと三川さんの今後、ますますのご活躍を、僕を漢字読めんの知ってて、これのやってるから。なんか疑念わからん。なんか無理やり漢字使ってる気がするやんか、エリザちゃんね。さっきからなんか、ね、時節柄とか。トラップですか？僕、読めないっていう。記念です。記念いたしまして、テーマメールとさせていただきます。過去お辞儀。もう丁寧なんですよ、とにかくエリザさん。うん、僕会った時もそうでしたけど。ちゃんとした人です。ちゃんとした人ですね。賞レースって書いてるから、うん。リール王とは限らないですね。リール王とは限らないですね。ABC の可能性ありますね。ABC お笑いグランプリ。あれも100万円です。100万円。でもそう思うと、上げすぎですね、リール王って。別にエントリーソース少ないですから。ABC とか YTB と同じ。いや、そうやわ。ほんまやわ。それだとザ・ W も1000万ですからね、あれ。M1 と同じぐらいっていう。確かに、その、お金、結構、どっから発生してるやんっていうの結構ありますね。リールは多分、インスタ社が結構出してくれてるんじゃないですか、わからないですけど。まあ、僕も、だから、こう使った方がいいってことですよね。コナンの映画とかで、周り券買ってみんなに配る。確かに。僕、人に何かをプレゼントするというのが苦手ですから。なんやろ、もらうことばっかで。もらうことばっか。なんかその発想を今年捨てれたらなと思います。今年中に。プレゼントはもらうもんじゃなくて。もうそんな物乞いとかやめますよ、僕は。
ラジオで物声とかしないです。パワポロ君ポケット R 面白そうやな最近、ね、誰か送ってください。自分で買ったらどうすか自分で買えますね、正直あれぐらいやったら自分で買います、ごめんなさい、はい、買うから送らないでください、はい、言っときましょう、ちゃんと。でも一応送ってください、あの周りに布教します、パワフルコンポケットの面白さを配り歩くんで、配り歩いて、はい、このやり方を真似して続いてラジオネーム、ウエハース田村。100万円あったら札で鼻噛みます。おバカですね、この考え方、おバカですね。いや、いいんです、いや、100万円あったら、ね、鼻セレブとか買えばいいでしょね、噛み心地悪いでしょ、普通に。噛みとして1万円普通にこれおバカな考え、でも好きですよ、こういうことはないですか、うん、噛み心地悪いわ絶対。三川さん、このメールの三川さん、あんまりメモとか取らないですけど、このメールへの反応だけおバカですねって感じこれだけ絶対言いたかったんですかこれ言いたかったおバカですね、うん、事前に読んでないメールも書かれんけど、うん、これパッと目についたね、札で鼻かみおバカですねっていうで絶対言いたかったからメモ取ったんですかそう、噛み心地悪いも書いてますねごめんね、目こんな言うな、裏の話を俺のメモ読む続いて、ラジオネームランニングって言おうとした、ダンシングマクドナルドさん、タイに行き性転換手術を行い、ザ・ W への出場資格を得るというのはいかがでしょうか。優勝すれば元手の100万円が1000万円になるので、いい投資だと思いますそう、これいいメールですね確かにいやー、ちょっと女性の気持ちわからないじゃないですか、多分切り替えても。僕が性転換手術してもね。いや、でも今多様性を武器にしたらいくらでも出れますよ、うん、そっかそっかそんな別にダータブリューそこまでして出たないですよ。タイで性転換手術とかって足りますそれ100万円で。分からんけど、まあでもザ・ダブリューがそんな簡単な大会じゃないですからね。したからといって、そうそう、予選通るわけないですもんね、三川さん。そうよ、俺のネタじゃ無理よ多分今んとこ。とんでもない決勝おもろかったし、めっちゃおもろかった、ね、やばいですから。もうやばいですね最近のネタ。悔しい、ネタですね。だから来年のテーマは僕はネタでいきますんで、はい、大事ですね、ネタをめっちゃ書くように、ほんまに、うん、中道に負けられないですよ僕。そういうのあんま言わんがいい。中道も結構ネタ好きやからね。僕ネタ好きなんだネタ好きな人、僕ただとネタの熱量をね、僕の僕ネタ見るの好きです。ネタ見るの好きやね、確かに。かたまにね、趣味で書いてますから中道も。一緒に頑張っていきましょう今週のテーマメールは以上です。たくさんのメールバロガトーございました。ウェハース三川のバローワーク厄介判定。皆さんの身に起きたことに対して厄介か厄介じゃねえかを判定していくコーナーです。それでは参りましょう、ラジオネームゆかりん。最近空耳ですみませんとお客さんの声が仕事中聞こえます。振り向いても誰もいなかったりするので、本当に疲れてるんだと思います。これは厄介ですか？これは、厄介なんだよ働きすぎやね、ほんまに。これ厄介ですね。いや、でも僕、ね、うん、まあ、マクド働いてますけど、主婦さんでね、もうずっと働いてる主婦さんがいて、夜入ったり朝入ったりとか好き勝手使われてる方がいるんですけど、その方もデリバリーを普段やっててね、はい、うん、そのデリバリーの鳴る音がもう空耳でやっぱ聞こえてますもん、今めっちゃ鳴ったみたいな定期的に言われるんで、まあ、休んでくれと思いますから休んでくれゆかりダウン、うん、休んでいいやから仕事なんてね、ほんまに。ラジオネームなっくん。テスト4時間目に鳴り止まなくなるお腹。これは厄介じゃねえ。厄介じゃねえ。4時間目にそんなお腹空いてました皆さん。まあ、給食前。あ、給食前やでか。そうかそうか。なんかでももっと僕はあれですね、5時間目にめっちゃ眠くなるとか、そっちの方が食べた後の疲労なんやろ、デメリットの方が多いですね。空腹あんま感じない。空腹ないですね。お腹鳴ってた。はい、なるか、お腹鳴るタイプ。僕全然鳴らないです。そうか、全然わかんないです、うん、僕実は鳴ってました。嘘でもあっちの方がね、その眠くなる方がちょっと、うん、これは厄介っていうまでにはいかん。プチ厄介です、ね、プチ厄介、うん、続いてラジオネームキルワゾルディック。どうも
ヒルアと申します。ヒルアがこんな挨拶せんやろ。ハンターハンターのキャラね。さて私キルアは私一俺とか言うんだよ。キルアとかこんな丁寧に喋らんから。第287期ハンター試験の最終試験でレオリオの対戦相手を殺害し失格となってしまいました。これって厄介ですよね。これは厄介なんだよ。懐かしい。これのせいでグリードアイランド一回抜けないとダメ。そうそうそう。この後ね一回取り直しに行くんですよね。この時キルアは、そのハンターライセンスもらってないですから。このハンター協会も懐かしい。287期とかあるんですね。うん、そうあるんやねこれ。いやキルアは多分そういうの覚えてないと思うね。そんな細かいところ。適当に受けてると思う。確かに NC42 期みたいなあるんでしょうかね。そう敬語とか。まあ、20 ゴンと一緒にやってるけど正確にはゴンより2期後輩。おもろ、それいいですね。ちゃんと挨拶しに行くんですかね。もう職場かぶった時とか、これいいですね。ラジオネームダンシングマクドナルド、まだ大学生の妹のお金でネットフリックスを見る25歳の私は厄介ですか。これは厄介なんだよ。すごい妹どう。いやダンシングマクドナルドで前回あれですよね、教育実習生の自分で自作自演した方ですよね。いやこんなやつはやっぱおしまい。ネットフリックス高いけど2000円ぐらいしますからね。確かに。いやこれはもう自分で加入してよ。絶対働いてますからねダンシングは。いや他仕事してないでしょ。仕事してない。こんないいんかそんなこと言って。怒らないでくださいダンシングさん。続いてもダンシングマクドナルド、アメリカのホームドラマフルハウスを一生流している私って厄介ですか。これは厄介なんだよ。懐かしい。フルハウス見てたわ。あの NHK かなんかでやってましたね。そう、火曜日とかにやってた、ね、僕見てました。僕好きなのミシェルっていう、はい、ね、一番可愛い子、はい、あの可愛い子、あれなんか大人になって知ったんですけど、結構豆知識いいですか、はい、ミシェルって実は双子なんです。先言った知ってたんや。有名なんやこれ。そうなんや。なんか労働基準がね違反らしくて、なんか可愛いですよね。1時間ぐらい交代ごとに変えてたっていう。可愛いね、可愛いエピソード。あれだから特化一回だからミシェル急に顔変わったりするんですかね。だから分からなかったですね。まあ双子多分一卵性なんです、ね、一卵性、いや二卵性ですこれ。あ二卵性なんです、はい、これ二卵性ってのは僕顔知ってますから。そう、あちょっと そこには知識僕が上でした。ミシェルにミシェルガチ勢は僕です。ごめんなさい。はい、よくないですね。厄介ですよ。じゃあ続いて、何でしょうか。ふとした手がかりか。続いてのコーナー行きましょう。ふとした手がかり、皆さんには事件を解決へ導く手がかりとなるメールを送っていただいてます。行きましょう。ラジオネームゆかりん、レジ袋なしで豚肉をパックのままクラッチバッグのように持って歩いてる？歩いてる人、これ事件ですね。すごいな。危ない。うん、これ危ないですね。その絶対汁とかも垂れそうですし、気をつけないと食中毒になります。あ、お腹鳴りました今。ごめんなさい、ブルーってなって。さっきのごめんなさい、さっきのメールとかと思う。何ヘラヘラしてる。今日ヘラヘラしちゃいますね。続いてラジオネームなっくん、あれ今日クリスマスだよな、なんで一人でバローワーク聞いてるんだろう。悲しい事件ですかこれ。あっていいわけない。そんなことが。クリスマスせめてね、別に一人やとしてもバローワークを選択しないでもらいたいですね。この皆さんには。いいテレビとかやってる、もっといいテレビやってますから。ゴールデン後で聞きますから。バローワークは全然選ばなくていいですよ。クリスマスの日に。これクリスマスかちょうど。うん、多分そうやね、はい、土曜日やから、はい、ほんまや。僕もじゃあチャット参加しましょうか。続いてラジオネームダンシングマクドナルド、お前んちお父さんの顔出し看板ある。これもいらんし、誰が作ったんやろこれ。ね、お父さんが自分で作ったか、家族でお父さんお父さんにのなりたいから作ったとか。お父さんなりたいとかないか。続いてダンシングマクドナルド、6月9日のロックの日に挙式したいとか言うやつが対案とか言うな。気にしない。気にしないな、これは。ロックの日に挙式。真逆ですからね。こういうのを祝わんでしょ。全然ロックちゃう。ね、確かに。続いてラジオネーム鬼丸、残り2枚の時はドスって言わんでいいよ。
え、これどういうことですか？ウノですね。あ、ウノね。あ、そういうことか。残り1枚の時はウノって言うけど、残り2枚の時はドスって言います。なんで、架空のルールを作ってるってことですか？ドス。これ。2っていう意味ですか？確かに、あ、2っていう意味なんや、ドスって。ウノが1っていう意味なん。あ、そうなんや。あれ何語なんやろ？スペイン語です。あ、俺ドイツ語専攻やから。だから分からんかったんや。続いて、ラジオネーム。エンドロール。おっぱい触っていい電車って、ここですか？そんな電車ないですよ、世の中には。事件。ね。事件。これ事件。事件か。ほんまに事件。ほんまに事件。いや、その、被害、加害者ですね、これは。ここ触っていいんやってなってるか。現行犯逮捕。そうそうそう。それか風俗ですね、こういう。ね、こういう風俗があるのは僕知ってますから、別に。サイトまでは行ったことあります。行ってはないですけど。これは、カットしないですよ。いや、そういうサイトをね、なんか、芸人ですから、なんか先輩が見せてきたんです。ちょっと嫌やったな。あの先輩嫌やったな。見せてきたわ。そんな先輩と付き合いないじゃないですか。なんでやねん。俺が自発的に調べるわけないやろ、そんな。痴漢電車みたいな調べんやろ。痴漢 OK な電車なんてあるわけないやろ。なあ、それもそれはそうです。そうよ。マジでその、サイトは知ってるだけです。ほんまにサイトだけ知ってるんです。分かってます。そう。なんなんですか。なんか UFO が赤い。なんかあります。なんもない。ほんまにない。めっちゃ言うけどなんか。いや、ややこしいわ、その。なんか嫌やわ、この。嫌は言うほど、なんかそう言ってるみたいになるやん。ほんまになんもないっていうことです、ね。いや、マジでなんもないです。ちょっと、ドツボにはまりましたわ。そういうことで。ごめんなさい。はい、うん。まあまあ、皆さんの想像したいです。ここは切ってください。ここはほんまに言ってるみたいになるのでやめましょうか。言ったことないです、ほんまに。続いて、いや、はい、以上ですね。メールは以上です。たくさんのメールありがとうございました。ウェハース三川のバローワーク。です。紹介しきれてないメールがあるので読んでいきましょう。はい。サイトぐらいはね。サイトぐらいはね、戻すなよ話。そうだから、サイト行くまでは僕行けるんですけど、いいすそれこっからこの店舗に行くのは無理です。いや、わかります。なんか勇気がわかんというか、なかなかね。だから先輩におごってもらえたら僕行きたいと思います。何でも人が僕の元相方は風俗おごってもらったりしてます、はい、びっくりしました。いいですね、めっちゃいいですよ。いいんですかそれ、めっちゃまああの時コロナ禍前やったからってのもあるんですけど、うん、まあ芸人ですからそういうのもやっぱ大事です、ね、エピソードトークになるんで。まあでも自分から行くのやめときます、それは。サイトね、サイトで楽しみますね。サイトってワクワクしますから。じゃあ行きましょうか。何ですか？メールですよね。はい、うつおたの。行きましょう。ラジオネーム。あ、ラジオネームの欄に本文が書いてあったため不明。あ、そうか、わからんかった。まあこのラジオネーム無記名ということで。三道さんバロバンは声おかしになった。三道さん、これ。フュージョンさしてますね。フュージョンさしてる、うん、ちょうどドラゴンボールのメールですから。私はドラゴンボールが小さい時から父の影響で大好きです。いいね、女の子なんかな。でもそのせいで、ご飯がビーデルさんに武空術を教えてるシーンを見て、あ、サイヤ人じゃなくても飛べるんやと思い、ガチで練習してた過去があります。いや、ちょっと別にもっと前で飛んでるやろ、クリリンとかがね。なんで魔人ブー編でやっと人間が飛べるって気づいた。お前、いや、もっと前にあるよ。天津飯とか全員人間よ。チャオズと飛ぶ。タオズは人間か、怪しいやろな。いや、ちゃう、白くて人形みたいな。あれは怪しいよ。ビーデル以外まで。いや、ビーデルは遅いな、ちょっと。魔人ブー。おや？あ、ここで気づいたんや。そうなんや。いや、僕も憧れてましたよ、それは。で、三川さんは小さい時にガチで信じていた笑い話はありますか？笑い話。笑い話にせんでいいやろ。アニメの話とかでも。アニメで。いや、でもほんまにそうですね。やっぱドラゴンボールはなりましたね。その僕もフュージョンできると思ってました。それで言ったらマジでお兄ちゃんとだから、いい練習とかしてマジで怒られてました。お兄ちゃんに指が合わんからかいい失敗するやろ、いい、その変身失敗してまうやんって。で、僕とお兄ちゃん身長差すごいあったんで、多分フュージョンできないです本来。あれ身長同じぐらいじゃないとできないとかありますから。うん、
ね、いいですね。ドラゴンボール面白いですから、今度映画やるらしいですね、ドラゴンボールスーパーの、今度久々に孫悟飯がメインの映画、やったあなたの個人的な感想ですけど、ご飯がフューチャーされるの嬉しくないですか？めっちゃ嬉しい。そうで、パンちゃん、あのご飯の子供がちょっとちっちゃい、うん、悟空の孫ですね、はい、これがちっちゃい姿とか出てて、ちょっと楽しみですね、あの映画も。続いてラジオネームなっくん、先日いただいた長編クリスマスギャグ、歌詞を書き起こして完コピしました。ちょっといじってますね、僕のギャグを。結構自信あったんですけど、滑りすぎてみんなちょっとだけ優しくしてくれるようになりました。やったんですか、あのギャグ。過去動きがダメだったのかな。やるように僕作ってないですから。ちなみに職場を凍りつかせた罰として 86% 減給になりました。職場でやったパーローパンツ、そうやね、そのみんなシラフの状態でやったんや。受けるわけないですから、現場もお財布も冷え冷えです、お後がよろしいようで。あ、過去この物語はフィクションです。安心しました、よかった。うん、まあまあ僕のギャグはね、その即興とかあんま良くないですから、やるとしたらね、うどんギャグとかそっちの方がね受けるんじゃないですか、ゴリラギャグとかね、いきなりゴリラ。ちょっとギャグ最近作ってないですね、そういえば。あ、ギャグ、ギャグも作った方がいいんかな。三川さん、ギャグがいいって言われてた時期ありますか、ね、あ、あるあるある。ほんまに部活とかでもそうやし、もう平場出ると言ったら僕ギャグでしたから、NSC の公演とかでも。そうですね、ほんまや。だから風水屋の田中ショータイムさんが、僕 NSC の夏合宿で同伴でついてきてくれたんですけど、風水屋さん2人、あのマジで三川一回呼んでみたいなこと言われて、三川のあのギャグ意味わからんのがいいなって、うん、この意味のわからんけどなんかそのリズムのあるギャグみたいな風水屋さんのネタってやっぱそれ近いものあるじゃないですか。でもめっちゃ嬉しかったですね、僕風水屋さんのネタ大好きですから、めちゃくちゃ面白い先輩です。ちょっとだからギャグも作っていきましょう、本当に。ラジオネームクー、中道さんパロ版は徹底してますね、中道さん。先週口内炎の話が出てましたよね。あ、確かに私は涙が出るほど、いや涙が出てた、あ、出てたんや。私の口内炎の場所は舌の横の奥にできてて、歯に当たり常に痛くて、口内炎の場所に貼り付ける薬を知っていたのでドラッグストアに駆け込みました。あ、貼るタイプのやつすぐ治りますから。店員さんにパッチの場所を聞きました。これです、私は思わずここなんですと口を大きく開き、店員さんに口内炎を見せてました。いや見せんでいいな。はあ、店員の濁った顔、引いた顔、今でも覚えています。今思うと口内炎を店員さんに見せるなんてありえない、大変申し訳なかったと反省してます。これはもうとんでもないことしましたね。いや、これ間違えてますね。子供が笑ってるのを見て、こっちはこんなに痛いのになんで笑えるの、の気持ちよくわかります。これウェハース田村がね、前に口内炎のメール送ってました。口内炎は本当に厄介ですよね。これは厄介なんだよ、わ厄介のコーナーでも使えそうな。口内炎、口内炎厄介ですね、確かに。僕はもうチョコラ BB で直しますけどね、その貼るタイプのやつちょっとなんかめんどくさいし高いので、うん、確かいろいろありますから。ちょうど口内炎のね、前回ね、田村が大量に送ってくれた口内炎日記がありますんで、上中下、上中下で、これ、中ですか、中です、あ、中ですね、今回は中ということで、日にちも書いてます。ウェハース田村、12月12日各日曜日、口内炎がやけに痛む。この書き方おもろいな。恐る恐る鏡の前に立ってみると、ゼック、おとといできた口内炎の隣にもう一つ新たな口内炎ができているではないですか。怖っ。開いた口が塞がらないとはこのこと。かっこ口閉じていると歯が口内炎に当たって痛いということもあるので、ダブルミーニングってやつですね。ちゃんと小ボケを入れてくれます。さらには右手の中指にはささくれができてしまい、爪が割れて深爪にもなってしまう。いや、これ別件ですから、これは口内炎だけの日記にしてよ。そう、私は世界で一番不幸な人間となってしまったのです。大げさやな。もっとおるわ、ランキングでは下の方でしょ。なんでしょう、そう、あ、そんな自分にエールを送りたい、その一心で本日はこの曲を用意させていただきました。ザードで負けないで、やかましわ、ね、やかましわ。前回もね、勝手にピースサイン流そうとしましたから、そんなラジオじゃないですよ、うちは。選曲はいいですね。選曲いいですね。いや、ザードさん、ザードさん好きなだけちゃう、中道が。わからんけど、僕も好きですよ、コナンで。だ、運命のルーレット回してとかの方が良かったかな、それやったら。応援の、あ、応援の曲か、そうか。意味わからんか、ルーレットの
曲流しても。今後も期待ですけど、いやちょっと期待ですね。まあもう完結してるんですか。完結してるからもう今さら何もできないんですけどね、田村は。もう届いたものを読むだけ。はい、じゃあ来週はゲーム、うん、ちょっとこれは続きが気になりますね。ほんまにこの後どうなるのか、ささくれも直ってほしいですね。以上ですか、これはメールは以上ですね。来週のテーマメール、まあ、ほんまや、来週のテーマメールどうしようか。ウェハースミツカーの、うん、皆さんが見つけた、うん、ウェハースミツカーの非人道的な行動、非人道的な、ああなるほど、そのライブとかでも分からんけど垣間見える僕の街中で見かけた、ああなるほどなるほど、確かにね。結構三ツ矢さん街中にいますもんね。なんかおるみたいだね。みんなから聞く分には。今日来てなかったね。言えないよって言えないよ。そういえば。どねもう。多分 M1 の熱。飽きたんかもしれない。飽きたんじゃない。帰ってきてくれ。言えないよ。リスナーが減るのは勘弁。ちょっと。ショック。ショックやな。いや、ねえちょっと戻ってきてほしい。でもエリザちゃんが来てくれましたから今回、うん、じゃあみんなが見つけたウェハース三河の非人道的な行動、そうしましょうか。みんなが見つけた、ほんまに僕がしたことでもいいです。あ、ほんまにしたことしか送ってこないでくださいってことですね。これはこれの嘘つかれたら名誉毀損にもなりますから。そうやね、非人道的、ほんまや、確かにな、その訴えれますから僕も、はい、ね、本当のことだけ、うん、あのいい弁護士用意するんで。なるほど、龍一。なるほど、龍一用意するんで。あ、あれ弁護士じゃないですか。あ、検事やわ。ごめん、間違えた。検事側か、あれ。ごめんなさい、裁判とかよく知らないんで、僕。何でしょうか。まあ、とりあえず、R1 グランプリが、僕はエントリーしたのが1月6日か7日なんで、年明け、ぜひ朝日生命ホール来れたら来てください。というのと、あと、まあ、ライブ1月9日と16日にあるんで、まあその DM してくれたら、うん、詳細も送れますんで、来れる方いたらぜひ、全然言ってください。予約できるんだよね、チケット なんとかって名前で何枚予約してしたいですって言ってくれればいいので、ライブバンバン出ていきたいと思うんで、1月2月とかもちょっとネタ頑張っていきましょう、来年は。ありがとうございます。そしてたくさんのリスナーのメールありがとうございました。じゃあ本日の MVP の、そんなんやります？ちょっとなんか MVP というか、せっかくやから、うんうん、記憶に残ったやつ。そうそうそう、いいメール、確かにいいメールね。いっぱいありましたね。いいメール、確かにいっぱいありましたね。全部普通歌とかも結構送ってもらって。そうそうそう、ほんまに電車のメールではないですね。エンドロールのこれはちゃいますね。話広がったからいい。話広がったからまあ良かったんですけど、もっとそのいい切れ味、切れ味というか、なんだろう、切り口がいいとか。本日の MVP は、はい、ラジオネームキルアゾルディック。おめでとう、おめでとう。キルア喜んでますよ。キルア喜んでる。キルア喜んでます。今どこにいるかわからんけど、キルアは、だから今までいろんなハンターのキャラが送ってきてくれましたけど、はい、結構主要人物がね今回来たんで、今回そうです、ね、ちょっとゴンにも一回メールしてもらえるかな。ゴンにゴンまだ来てないですから。ゴンフリックス、ゴンは来て、ゴンでも忙しいんじゃないですか、ね、いやそんなある。ゴンが忙しいとかある、多忙やから。クラピカとかも多忙やろそれで。送ってきてくれますから、ヒソカとか。ヒソカね。あ、確かに。どの時のゴンかはね。確かに。もうね、もう制約と制約でボロボロになってる時かもしれないです。ゴンさんから。ね、あの髪伸びた。これハンターハンターしない人置いてけぼれですね。ごめんなさい、もう。でも別にね、まだ聞いてるアニメキャラとかいるかもしれないんで。そうですね。ね、他にも。結構ね、アニメの人とかいたら。そうそう。やっぱドラゴンボールとかね、クリリンとか聞いてそうですね。クリリン聞いてるんじゃない？もしかしたら。全然ね、映画の告知とかしてもらっていいんで。ぜひね、送ってくださいよ。牛魔王から送って。牛魔王から来んやろ。牛魔王から。父のお父さん。せめて父やから。その誰が覚えてんだ。父のお父さんから。めっちゃ声渋いやつな。低い。体でかいやつ。いや、まああれ、Z になってから出てきてないから。あんま強くないし。うん。海王神様とかから送ってほしいです。海王神からね。偉いですからね。え、ほんまに漫画キャラ全然お待ちしてますんで、うん、ありがとうございます。たくさんメールありがとうございました。宛先はね、 Google フォーム概要欄に貼ってますんで、あとメールアドレス wf.mitsukawa@gmail.com wf.mitsukawa@gmail.com へ。みつかわの通は TSU です。もう来週も楽しい放送をしたいと思うんで、
本週も何回も聞き直していただいてね、収益化につなげたいと思います。皆さんありがとうございます。それではまた来週、さようなら。